応援がすでに今声援が湧き上がっていました。ゴングです。試合開始。もう一度お伝えしますと、シュン・トランクスがチャンピオン王者となりました。屋外での試合です。左を出しました。ね、うん、まあそうですね、やっぱり安定いくだろうという予想を しているところもあると思いますね。なるほどね。さあ打ち下ろしました。キャリアも踏まえてのこのチャッチャーへの声援、右です。浜さん、立ち上がりの2人の印象は、おお、右、右だよ、右、突然の右でありました。まあ、今のパッチを含めて、浜さん、どうでしょう、はい、その、確か来ないと、左にストレート、まさにこれはそうでしょう、パワーがどうですね、はい、まあ、今、ちょっと低いんですけど、盛んに上げないことがあるらしいんですね。というキャッチャー、そうですよね。ただ彼も歴史の史ですね。一番下のね、はい、4文字目ですね。拳、ね、はい、はそういった自覚ですか。このラウンドはパッキャオよく出てますね。出ていきます。頭を叩きました。右振った。インサイドから打ち返してきます。というのはチャンピオンのパンチが軽いんで、打たれても打たれています。したがって最後の実況が入っていると、今ちょっとバックハンド気味だったですね。フィリピンの暑さとこの大国の暑さなんですけどね、はい、おー、いやー、この前に左フック落とされてるんですよね。上から落とされながらも一緒に、もう下がって下がっていますけども、困ってるような感じ。あっと左当てます。当たるんですけれども、グイグイ出ていきます。自信を持ちましたか。第5ラウンドの右当てます。左入れ替わりました。さあ今度はチャンピオンポーズを取ります。初挑戦であります。一方のチャッチャイは5度目の防衛戦。左当てます。チャンピオン、ここでゴングです。入っていきながら右回りでしたけど、右、ああ、チャンピオンが自ら早めに攻撃をしていきます。初戦は有利はチャッチャイに勝ってる。まだまだ前に前に出てきましたね。21歳とも19歳とも言われていますマニー・パッキャオ、その魅力でもありましょう。チャッチャイを手こずらせています。正直者のトレーナーですね。おー、飛びストレート、はい、そういうことは試合前は何卒というふうに思って、いやだけどトレーナーがそれを言うことはそのあってはならない、ねね、おー、左ストレート豪快、強引です。1秒ぐらいの感じがしますね。第7ラウンド、浜さん、うまくかわしながらカウンターでも、ラスト、おー、左ストレート、もう1回左を持っていきたい。マニー・パッキャオの試合、まあ、パッキャオの試合いろいろ追い込んで、ね、いつかその強いパンチで仕留めるコーナーに追い詰まりました。ボディブロー出ていこうとするんで、やはり回り込んだ方がいいですね。続けていきました。さあこの辺でテクニックを発揮するか。でこのリングの中央になりますと、すごい打ち合い、おーと右、非常に激しい打ち合いが展開されています。左か右、しかし打ち合いというよりもパッキャオはグイグイになっています。チャッチャイは出鼻を当てていきます。ボディブロー、左か右です。右のストレート、チャンピオンの第8ラウンドです。左か右、そのボディブローか、左、5度目の防衛戦です。ボディブロー来ていきます。チャッチャイ左のストレート、おっと交代します。当たり方浅かったですよね。そうですか。2回ボディブロー十分おっと左のストレートダウン、ロープに釘付けになりました。立ち上がれるか、立ち上がれるか、ダメです。ダッチボーイジム5度目の防衛ならず。そんな間際のパンチでありました。マニー・パッキャオ、新しいチャンピオンになっています。